こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。パズドラって言えてた今。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日未課金サバカシメルやっていきたいと思います。はい、前回の、クエスト14の動画の後すぐ撮っております。はい、そして本日のね、この撮影時点で、はい、毎日ログインしてるとチェーンソーマンコラボ確定ガチャが来てるんですよね、ログインスタンプで。はい、この柴犬丸は早川秋くんを2体持ってるんですよね、自前で。それ以外のアカウント一切持ってないですよね。なぜか無課金のサブアカだけ秋くん出るっていうね。はい、ちょっとあのゴミ早う終わってくれへんかな。っていう感じなんですけど、はいはい、あれ、そんな感じで、そのことは置いといて、まあとりあえずもうね、まあ、あの魔法石も31個あることですし、確定も来ていることですし、ガチャは引かねえとなーってことでガチャ引きまーす。はい、あの前回のね動画ではお見せしたんですけど、はい、無料配布分31個魔法石がございますと。はい、まずはメールでね、このチェンソーマンコラボ確定ガチャ引いていきたいと思います。10月10日目、10月10日って言ってもた、今全然12月なんよ。さ、頼むぞ、秋葉は、かしほちは、全然言えてへんねんけど。おい、正直っす。マジか。ちょっと待って、今、めっちゃ、胃がなんか、胃ねじれた、なんか胃袋ねじれた、今。びっくりしすぎて。やった。殺すのは悪魔だけだ。コン、やったー、3体所じゃんね。やったー、これめっちゃ嬉しいわ、ほんま。よし、じゃあ、あとね、狙いがね、僕ね、岸辺露伴は動かない、ルーブル美術館と、デンジ君持ってないですよね。あと、パパちゃん持ってないですよね。もう、ここら辺でも最後にしたいなと思ってるんで、はい、あと3回だけね、3乗ってる 3回だけ引いていきたいと思います。それだ。チェンソーマンコラボスーパーゴトス後半いきます。後半になってから初めて引くんですよね、これ。いや、ベニーマルやったっけ、コベニちゃんやった、ごめんなさい。女の子にベニーマルって。はい、それだね、2回目ラスト2ですね。はい、はい、自慢になってちょっとエアコンがグーン言い出したんですけど、よっしゃ来た。これ、パワーちゃんか、デンジ君、どっちかお願いします。デンジ君。おーし、おーし、おーし。来た、ちょっと待って、また、いい、なんかねじれたぞ、今。大丈夫か？いやー、いいっすね。いいっすね。いいっすね。ドゥンドゥン、いいっすね。いやー。邪魔すんなら、死ね。これ大丈夫なんかな、これ流して。のテンションで、最後パワーちゃん出して、チェーンソーマンコラボ、コンプといきましょうか。はい。カミラ。チェーンソーマンコラボからは、カミラさんにいらしていただきました。いや、まあ暖房あるからね、全然ありなんですけどね。それでは結果を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。もう唯一のね、パワーちゃんだけね、出られなかったんですよね。いや、ちょっと実は一番欲しかったりもしたんですけど、いや、でもさすがにね、このね、早川秋くんが出て、それは文句言えないですね。はい、はい、それでは今回はね、この短い動画でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。もしね、この動画が良かったよという方、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。あと、お気軽に、コメント、動画の感想も、ごめんなさい。お腹が鳴りました、今。はい。腹減ってたんかな、普通に。はい。もしよかったら、お気軽に動画の感想や、もコメントをくださると嬉しいです。はい。あと、概要欄にある X と、TikTok のアカウントも、フォローしてくださると嬉しいです。だいたい毎日ね、ゲームしてます。はい。雑談もあったりとかもするんでね。はい。それじゃ、今回はこの辺でね。本当に。いや、ゆうたか。はい。本当にってもう終わるんや。はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、皆さんのガチャライフも
いいガチャが出ることを祈っております。それでは